こんにちは。今回も、Don't Starve、続きをやっていきます。で、いろいろ考えた末に、大した結論ではないですが、農場、進化した農場をまず作ろうと思います。そのために木が必要ですね。で、木を切って、この辺は植えた木だから、あと石。ちょっと配信が切れ気味ですが、プツプツね、切れちゃってるかもしれませんが、その辺はちょっとご勘弁ください。はい、動画の方は多分、そんなに支障はないと思います。たまにね、折れちゃった。折れたけどまだ持ってた。録画がちょっと途切れてね、飛んじゃってたりすることもたまにありますが、まあ、それほど影響はないでしょう。そんなにね、1分1秒を争うようなゲームをやってないです。食べ物がない時とかすごい緊迫感あるんですけど、今割と食べ物は豊富にあるし、石もあるんで、とりあえずたくさん木を切っていっぱい丸太を持っておきましょう。で、ボードを作ってね。で、畑を作ると。あ、マンドレーク抜いちゃった。やめとこう。危険だから。間違って食べると、ちょっと変なことが起きる。ツルハシって置いてきちゃったっけな。置いてきちゃったかも。どういうか。あ、2つ作っちゃった。ツルハシで、ツラを砕いて。ナゲット。あ、岩またあった。はい、いっぱいいるな。あれ、沼があるってことは。これ足もね、ちょっと疲れるんで。こういうとこなんか触手が出てきたりするんだよな。プリント拾っておいて、お、岩岩。ぶったたけ。木を切りましょう。この音だっけ、これか。キノコがあるけど、ちょっとリスキーだから取らないでおこう。お、岩。木を切って、あ、人参もあった。人参植えられればいいのにな。
さて、次にはどうかな。ここで、ボードを作って、お、作れる。よし、戻りましょう。羽がないな。どの辺だっけ。このまままっすぐ下。種を探しに。あ、種だ。この巣に、巣じゃないと罠に全然かからない。あ、トウモロコシあった。食べちゃおう。農場。種これ食べちゃう。ポップコーンはお腹にたまらないか。これだ。よし、なんかあったっけ。ここに入れて、これも入れて、ボードはいいや。花びら。あ、カエルと豚が戦ってる。燃やして。調理して。カエルが逃げてった。人参も調理して。で、夜が明けたら、ちょっと、マップの東側の方に行ってみましょうかね。どっか、マップに雲がいる様子はあるかな。ないな。あとなんか作れるものあるかな。なんか新しい素材を手に入れた方がいいな。キャンプファイヤー作れる。キャンプファイヤーじゃない、炉を作れるから、もう一つぐらい拠点作ってもいいですね。雲の巣があるといいと。パピルスは何かで作るのかな。おんぶ。ヒーリングのなんとか。ハイがいるのか。あと、なんだっけ。カエルの皮？テント。お？テントか。テント欲しいな。虫取り、ん？これなんて書いてある？傘だ。虫取り網もいいかもしれない。うん。テントのために、どれだっけ？これだ。クボの巣はやっぱいるんだな。こうなると丸太の鎧とか作った方がいいな。これも材料わかんないし、これは作ろうと思えば物を取られる。あ、でも倒した。なんか食べとこう。カエル1匹ぐらいだったら倒せるな。
とベリーも食べとこう。うんと、なんだったっけ、結論を忘れてしまった。ハンマー、あ、種がある。堀さん種運んでくれんの。種をこっちに植える。クモの巣だ、そうそうそう、思い出した。瞬間的にびっくりして何もかも忘れてしまうっていう。石の掘りはとりあえずいらないから、木の床、うん、今はいいかな。カエル、カエルの足がある。パピルスは、あ、パピルス、ツタを取ってくれる。悪魔の燃料、これ悪魔の花かな。悪魔の燃料って何なんだろう。なんか言ったな、見てなかった。あれ、ハエがたかってる。腐ってんだ。あ、カエルの足がある。妖精がうなってる。あ、犬が来てるんだ。犬おっかないからな。なんかまた喋ってたけど。あっ、あった、気づいたらいた。一匹ならまだしも、よっしゃ。あー、強い。これはやられるかも、やられるかも。倒した。おー、よかった。びっくりした。でもこの肉は食べちゃダメなんだよな。この肉は豚さんにあげよう。豚さんのお家がこの辺住んでんのかな。豚さんカエルにやられちゃったかもな。この悪魔の花を拾っておこう。なんか使えそうだ。で、この辺の豚さんは生きてるかな。はい、どうぞ。そんで、なんかもういろいろ忘れちゃった。鎧。これか。違う。これだ。丸太のスーツは、ロープがいるんだ。ロープは、草。草いっぱい拾ってこよう。悪魔の花も拾ってこよう。悪の花。悪の花っていう映画がありましたね。大昔の映画ですけど。白黒だったかな。すごい、不気味な話なんですね。別に実際に悪魔は出てこないんですけど。悪魔のようなね、少女が。いろいろね、活躍するっていうような映画だったと思いますが。あ、そうだ、斧に持ち替えて、あれ、斧、あ、これか。木も切っといた方がいいな。あ、暗くなってきた。暗くなってきたから帰る。悪の花、
草の川。最近雨降ってないな。あれ木、丸太、これだ。これ。で、カエルの足を調理して。食べちゃおう。これは豚の皮。豚の皮はしまっとこう。あ、トウモロコシがなってる。食べよう。HP もちょっとずつ回復してるかな。あれ、なんか、まあ、なんだ？これ。何これ。肉球？ちょっと待ってよ。HP を回復しとこう。攻撃する？なんか、シャベルで掘り出すとか。あ、間違った。シャベル。あれ、掘り出せない。攻撃しかできないな。ハンマーで攻撃する。ね、どうにかなるのかな。わかんねえ。この肉球育ってどうなる、どうにかなったら困るな。なんだこれ、怖いな。ハンマーは危険だから装備しないで。斧ももうちょっとで壊れちゃう。そんで、ロープを。これ1個しか作んない。まだ足りない。あ、種。ここに。植える。鳥は、あれだな。あんまり、こう、不用意に捕まえようとしない方がいいな。なんか。種を運んできてくれるから役に立つかも。これ気になるな。火つけるとかかな。つけらんないな。出てきた。やってみるもんだな。調べる。拾う。何？植える。植えちゃおう。これができるのか。どういうこと。なんなのこれ。よくわかんないな。なんかわかんないからカエルのとこに植えとこう。ほら、肉がある。ここにも肉があったな。何かと戦ったんだな。ひょっとしたら雨が降ったら何かが育っちゃうかもしれない。なんだっけ、何やってたかすぐ忘れちゃう。この肉食べて大丈夫な肉かな。大丈夫かも。どんどん食べとこう。それで草を取りに行く。草、なんか
炎がないな。炎を作っちゃうか。草をいっぱい取ってこう。あと種も欲しいし、悪の花も取っとこうかな。あれ、あ、蝶々だ。蝶々を攻撃する。攻撃できない、早くて間に合わない。虫取り網が必要なんだな。攻撃する。お、倒した。じゃあ取っとこう。草草。だいぶいろいろできるな。いや、設定は大事だな。初心者はこの、食料とか、なんか戦ってんな、ビーファロー。蜂蜜？お、蜂蜜だ。あ、ここにそういえばなんか、蜂の巣あったもんな。ビーファローがなんか、あ、時期があるんだ、きっと。攻撃的になってんだ。やばいやばい。なんか、あの、ほら、尻尾の付け根のところが赤くなってる。こう季節によって多分攻撃的になるんだな。それで蜂の巣壊しちゃったんだ。でも、蜂蜜手に入ったから、ちょっともうちょっと草を見て。あ、ウサギいた。これなんだろう、豚の皮。ああ、もう何も取れない。ちょっともうちょっと木を切ってね。草を取って、よし、帰ろう。おお、ビーファローも。お、種、種。種。種持てない。なんか食べよう。ベリーを食べて、種を取って、逃げる。蜂蜜が思わぬところで手に入ってしまった。よーし、帰ってきたぞ。で、種どれだっけ？これ、植える。植える。お、トウモロコシが育ってる。食べちゃう。それから蜂蜜を使って何かができるのかな？これだ。でも蜂が必要なんだな、やっぱり。だから虫取り網がいるんだ。こっちではなんかできないかな。蜂蜜を使うもの。あ、蜂蜜の湿布。あ、火が。あ、ちょっと待って、見えない。あ、死んでしまった。なんてことだ。マジかよー。シスって書いてある。うっそー、すごい順調だったのに。いやー、油断したよ。もう一回やるか。うわー、ショックだー。これまさにサドンデスでしたね。突然なる死が訪れました。はぁ、ちょっとショックだわ。すごい順調だったのに。くそ、マジか。はぁ、あー、なんてこったー。あー、ちょっとかなりショッキングな出来事が。いやー、油断した。もういい気、調子に乗りすぎてたなー。あー、フリント、くっそー。マジかー。
あー全部失った。斧を作って、いや、いろいろ分かったのに、ビーファローの生態とか、一応まずはキャンプファイヤーを作ることを目指そう。この声のトーンの下がり具合。マジかー。はぁ、がっかりだわ。ちょっとほんと油断したなぁ。鶴橋には枝がいるか。炉を作るには何だっけ、石と丸太がいるんだな。丸太はいっぱい作っといた、取っといた方がいい。はぁ。いやぁ、松明も一本持っといた方がいいんだなぁ。いや、そう、確かね、ファンダムのウィキに書いてあった、松明は1本持っとけよっつって。ああ、その通りだわ。いやー、つらい。はあ、ちょっとつらい。だってこの、あの、なんだっけ、研究施設みたいなのを2つ作ったのに、ダメだ。悔やみごとばっかりこう言っていても進めない、うん、やり方はいろいろ分かってきたんだ、必要なものも。まずは農場を作ること。いや、先にあれだ、炉を作って、安定したね、火を、あ、枝がないんだ、安定な。あ、元気はありますよ。でもちょっとこのショック具合は伝わるかな。全てを失うゲームなんで。笑うしかないですよね。いや、でもね、これはね、経験値として全てこう蓄積されていますので、ただね、ショックは受けてますよ。今あれかな、キャンプファイヤー作れるから、今ね、必死にこう取り繕って明るい感じにしようとしてますけど、すごかったでしょ。だって順調だったんだもん。ってほら、なんか口調がおかしい。普段。いやー、だいぶね、ショックが大きかったですよ。ちょっと今涙ぐんでますからね。いや、ウケるわ、これ。こんな、マジか。あ、そうだ。あれだ。バッグを作んなきゃいけないんだ。まずだから、炉は作れないから、まあ、とりあえず、今晩は、なんだっけ、キャンプファイヤーでしのぐとして。いや、そうなんですよ。蜂蜜、何に使うか知らないけど、蜂蜜だーっつって喜んでたのに。笑いしか出てこない。ね、何がおかしいかってね。いや、自分がショックを受けたっていうことに面白くて。これゲームで死んだぐらいで。こんなショック受けるんだな。いや、このゲームは、その、まあ、アイテム、死んでしまったらアイテムは全部、なくなっちゃうわけですよね。だから、そう、アイテムを失うことはよくあるんですけど、順調にいろいろ進んで余裕だと思っていたばかり、油断しましたね。石と木とナゲットがいるんだな。それと、あ、炉はもう作れる。そしたら、どっか、良さげなところに、豚とビーファローも意外と危険だって分かったからな。
エンジンもあるな。ビーファローの近くは季節によってはやめた方がいいかもな。ちょっと良さげなところないかな。ビーファローが近い。豚さん、この辺にしとこうかな。豚もまあいつか豹変して攻撃してくるかもしれないけど、豚さんなんか食べる？じゃあベリーあげるよ。攻撃しないでね。ちょっと配信切れちゃってるかもしれないですね。人参焼いて、人参食べよう。はあ、相当ショックを受けた。いや、この録画してるこの回は相当うまくいってると思って、すっごい調子に乗ってたのに。調子に乗るなっていうことだな。夜が怖い。急にいつも以上に夜が怖い。これは何がいるんだっけ。あ、もう作れる。じゃあ作っちゃおう。ほら早いもん展開が。この必要なのはね、この知識の蓄積ですよね。ここ置けないんだな。あ、ここできる。よし、ここに置いちゃおう。このため息から察せられるショック具合。いやー、ビビったなー。何か暗闇から突然何かが出てきて襲われたもんな。びっくりしたー。何から作るんだったか、ちょっとまだプランが立たないですね。これを作るにはいろいろ必要だから、まず簡単なの、あ、こっからできないんだ。簡単な農場、肥料と草と木を集めればいいんだ。よし。よし。木を確かに持って頑張ろう。レアでしょ？僕ね、こんなにね、動揺することってね、あんまりない、ないですよ。いや、笑うことは結構ありますけどね。でも、こういうね、こう、ドキッとすること。高校生の時に、リングを友達と見に行った時以来の、しかもこう、貞子が出てきた時じゃなくて、押し入れの中で死んでる女優さんを見つけた時の、はってびっくり以来の精神的ダメージを受けましたね。バイクでこけた時もこんなにびっくりしなかったわ。いや、ちょっと動揺が激しすぎて。いや、だって楽しかったんだもん、すごい。ダモンとか言ってるし、自分の口調に笑えるわ。あー、びっくりした。いや、暗いのは怖いね。ちょっと喋り方も安定しないし、今後今何をしたらいいんだかすぐ忘れちゃう。農場を建てるんだ。草を取って、肥料をもらって、はい、
はあ、今ね手汗べっとりですよ。ああびっくりした。いやーこんなくっそー、あー結構ね引きずる男なんですよ。はあ。衝撃、そう。僕ね意外とね、モテるんでね、女の子に振られたこともないし、自分から振ったことはありますけど、だそういう衝撃をねあまり受けてない人生なんで、事故りそうな時ってね、あ事故るなーってわかるんで、そんなねショックとかないんですよ。今ゲームのキャラがねちょっとこう気に入っててすごく楽しんでいるところ、そう普段ね、びっくりした、手汗がすごくてコントローラーベタベタになって、ずっとねその僕なしでは生きられないような何言ってんだこ、そういう風にね心理的誘導を図るんですよ。何言ってんだ、危険な人だと思いますよね。この蝶々待て、逃げるな。なぜか蝶々を急に追い始める。何言ってんだ。いやーちょっとね、まだ動揺がね、あれだ、バックを先に作んなきゃいけないんだ。はあびっくりした。だって暗くなって、あそう、松明を1個持っとけって言ってましたよね、自分でね、自分で言ったこともすぐ忘れちゃうな。食べるで、松明を1個作っておきましょう。もう暗くなって何にもできなくなって、ああどうしようって思ってるうちに死んだもんだから、もうショックが大きくてね、はあびっくりした。バックってどれだっけ、あこれだ、よしと落ち着いてきたぞ。収録時間はもう少し、あと10分ぐらいあるんで、とりあえず農場を作る。はあ、あ、作れんじゃん。よし。で、種。はあ、よし。これでしばらく大丈夫だ。これなんだろうな、あまたあの幽霊の髪飾りかな、なんとかのお花、これはなんだかわかんない。バレバレだな。いやあのねショック激しいですよ、あのおっとと雷、エスケープフロムタルコフってゲーム知ってますかね、まあ、知らなかったら、まあ、わかんないかもしれないですけど、シューターのゲームで、まあ、どっかのタルコフで街に行って、物を漁ってきて、で、帰ってくるっていう目的のゲームなんですけど、ただ他のプレイヤーとか、コンピューターの敵とかもいて、持っていったもの、あるいはそこで拾ったもの、拾ったものがそのタルコフの街の中で、撃たれて死ぬと、自分が死ぬと全部ロストするんですよね。
そういうゲームなんですけど、あれはね、とってもじゃないけどできないなと思ってね。大事な銃を持ってって戦うんですけど、結局一発で死ぬようなゲームなんで、撃たれて死んだら終わりっていうね。まあ、タルコフはちょっとね、見てる分にはすごく楽しいんですけど、やるのはごめんだなと思ってね。結構今ね、プレイヤーが増えてると思います。まあ、もろに PC ゲーなんで、まあ、ゲーミング PC を持ってないとプレイするのは厳しいですけどね。でしかもまだベータ版なんですよね、タルコフはね。ベータにお金を払ってみんなプレイしてるっていう、結構ね、異例のヒットをしてるゲームですけど、草を拾って木を切って、今ね必死に、ため息をこらえていますが、未だにね影響は大きいです。もう今日はこれ以上ゲームしません。うなされるかも。すぐ忘れちゃう。肥料と木、畳みにくついちゃったダメだな。よし、肥料があった。これで、あれ、まだ足りないか。あ、肥料はあるんだな。あ、草がないのかな。あ、違う、ここで作んなきゃいけないんだ。いや違うな。ん、あ、数字がね、5と3がこう読み間違えちゃうんですね。肥料が足りませんでした。これで OK。いやー、ビーファローが近いな。よしと、畑を作っておいて、種持ってたっけ。種は持ってた。よし、これで OK だな。はい、では次回はいつやるか分かりませんが、傷が癒えたらねだいぶトラウマを負ってしまいましたが、傷が癒えたらまたドントスターブやっていきたいと思います。はい。じゃあ今回は、収録はここまでにしておきます。そんじゃあまた。